皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日はビデオポッドキャストになります。あの、ビデオポッドキャストね、今まで3つ作ったかな。都道府県シリーズ、ね、ランキングのやつと、佐賀県のやつと、あとは NHK ニュースの記事についてやりましたね。で、今、 まあ、毎回はできません。本当に、私、あの、編集とか苦手なんでね。なので、毎回ビデオポッドキャストは作れないんだけれども、まあ、面白いトピックを見つけたら、まあ、いろいろなやり方でビデオポッドキャストを作ってみようと思っています。なので、今日のエピソードは、YouTube に行けば、まあ、残念ながら皆さん、私の顔を見たくないと思うけれども、私の顔が映っていると思います。失礼します。<laughs> はい。今日はね、タイトルの通り、 都道府県シリーズ佐賀県パート2なんですね。これね、パート2をする理由があります。まずはその理由について話しますね。あの、都道府県ランキングを話したときに、残念ながら佐賀県が最下位でしたよっていう話をしたじゃないですか。で、佐賀県を推すためにも、まあその、ビデオポッドキャストの都道府県シリーズ第2弾として、佐賀県について話しましたよね。 でね、録音した後に、録音した後にですね、なんと佐賀県に住んでいる方から連絡をいただいたんです。本当に。で、まあ、その方とお話ししまして、ね、話をすればするほど佐賀県はもっと面白いで。その方のおすすめの佐賀県の観光名所とお祭り、フェスティバルについて私お話を聞いたんです。で、これはですね、 いやー、しまったと。反省したんですね。このビデオポッドキャストの佐賀県のね、そのパート1のバージョンは、本当に表面的でしかない。ね、観光、観光のウェブサイトをシェアしながら話しましたけど、あれは一部でしかない。ということで、私、本当に反省しました。佐賀県民の方、または佐賀県が好きな方、佐賀県に住んでいる方、 失礼しました、ま。失礼いたしました。今ちょっと噛みましたけど、した。本当にね、一部のことしか言えてなくって、あの、今日、改めて、その方からお伺いした観光スポット2つとフェスティバルについてお話をさせていただく。まあ、このパート2を作ることにしました、皆さん。なので、これを聞いた皆さんが、わあ、佐賀県、いいんじゃない私行ってみよう。そう思っていただけたら嬉しいです。 はい。それではね、今日ビデオポッドキャストなので、スクリーンをシェアしますね。で、私、あの、今回は前もってスクリプト作っていないので、あの、いつものような感じでスクリーンシェアしながら、もうとっさに思ったことを話していきますね。自由に。はい。それでは、私のスクリーンをシェアしますので、お待ちください。えー、出会った方がお勧めしてくれた一つ目の場所は、竹雄市、佐賀県の竹雄市にある図書館です。 今、この図書館のウェブサイトをシェアしてますね。スクリーンに見てください。すごくない雰囲気が。図書館とは思えない。美術館のようなデザインの建物。広々としたスペース。たくさんの本。で、これね、面白いのは、この図書館は、もちろん図書館だから本を借りられるし、たくさんの机と椅子があって勉強もできます。でも、それプラス、館内に、 つタヤの本屋さんもあるんだって。なので、本も買える。さらには、スターバックスがあって、疲れたらスターバックスで美味しいコーヒーも飲めるという、面白いくないですかそして広々とした公園のような緑のスペース。はい。かなりおすすめだと言っていました。でね、ものすごい人気らしくって、週末は混むそうです、やっぱり。はい。で、もう一つの、 ちょっとウェブサイトを見ていくんですけど、見えますかね一部分を読んでいきますよ。平日も駐車場は満杯。4割は市外から。どういうことでしょうかじゃあ、武雄市図書館は町の中心部、JR 武雄温泉駅から南に徒歩約15分の距離にあるそうです。はい、で、ここの写真からも分かるように広々としたスペースですね。はい。 ね、本当に人気のスポットで、図書館の駐車場はほぼ満杯。それも地元の佐賀ナンバーだけでなく、福岡や長崎の車がひっきりなしに出入りするぐらい人気なんです。だからいろいろな人が来る、ね。で、利用者の4割は市外から。だから、竹雄市の人だけじゃないんですね。つまりこれは 竹、まあ、雄市の新しい観光名所になりました。うん。ね。まあ私も行きたいと思ったぐらいね、写真を見ただけで。で、まあ図書館の本棚、たくさんいろんな種類の本があるし、プラス1階の手前には新刊本や雑誌を販売する蔦屋の書店もありますよ。面白いね。はい。でえ、下の方に行けば、 カフェスペースね。カフェスペースがあります。これがまあポイントだよね。カフェスペースではコーヒーや軽食を片手に貸し出し図書館をめくることができます。販売用の書籍や雑誌の持ち込みも OK。いいですね。うん。私ね、本屋さんとか図書館にそういうカフェスペースがあるってすごくいいアイデアだと思います。そこでゆっくり、ま、本を読んで。 ね、そしてまあコーヒーと本ってものすごくいい相性があるじゃないうん。はい。ということで、おすすめのポイント、竹吉図書館。温泉だけじゃないよっていうことですね。はい。そしてもう一つのおすすめスポットは、これです。これも立派ですね。佐賀県の定番観光スポット、有徳稲荷神社。夕徳稲荷神社。これね、いろいろな説。 考えがあるそうなんですけれども、日本三大稲荷神社の一つと言われているそうです。はい、なので、行かなきゃいけないんじゃないはい、なんかいいことありそう、ね。で、ここにも書いてありますが、夕徳稲荷神社は年間に約300万人の参拝者が訪れる。ものすごいたくさんの人。で、このお話しして、お話しした方も、 こ、まあ、今年のお正月ね、初詣に行って、ものすごい人だったと言っていました。うん、はい。見えますかわあ、綺麗ですよね。まあ、あの三、日本三大稲荷神社と言われているから、やっぱり立派です、立派です、建物が。ね、はい。あここにも書いてありますね。読み方は、有徳稲荷神社、佐賀県の鹿島市、鹿島市にある神社です。 日本三大り稲荷の一つに数えられ、商売繁盛、勘、ね、繁栄かな関勘繁栄。勘繁栄と読むんだと思いますが、確認しましょうか。ね、交通安全、交通安全、ね、縁結びなどのご利益があると信仰されています。はい。なので、まあ、こういう場所に行ってね、 ちょっと日本の伝統を感じてお祈りしてみる。ね、幸せになりますように、彼氏ができますように、日本語能力試験合格しますようにとお祈りしてみるのもいいかもしれません。おすすめスポット2番目、2番目でした。はい。そして最後はお祭りフェスティバルです。佐賀には有名な国際的なインターナショナルバルーンフェスタがあるそうです。はい、こんな感じ。 これね、気球。日本語では気球って言うんだけれども、ね、まあ、熱気球。熱気球。ね、ちょっと大きくしましょうか。ね、佐賀県佐賀市で毎年冬だったかな行われるそうなんですけれども、えー、多分ね、11月か12月ぐらいだったと思いますね。で、佐賀県の佐賀市で行われるんだけど、この熱気球の国際的なフェスティバル、競技大会なんだって、コンペティション。面白くないだから世界中から ね、あのやってくるそうですよ。そしてこんなに綺麗な鮮やかな熱気球が空を飛んでいる姿を見ることができるそうです。参加するバルーンは約100機。大会期間中の来場者数は80万人を超えるアジア最大級の規模を誇るイベントだそうです。うん、いいですね。何かもっと写真があるかな？ちょっと見てみます。 まあ、ここにいろいろ説明がありますよ、ね。どんなイベントが行われているのとかね。入場料はいくらですかバルーンフェスタの入場料は無料です。<laughs> 会場にはどうやって行くのいろ、ね、んな説明、ね。こういう親切なウェブサイトもあるんだけれども、もうちょっと写真が見たいですよね。うん。まあ、アーカイブ動画。動画はあれかなバルーン大会。 熱気球、もっと知りたい。バックナンバー見てみようか。あ、ここにも写真がありますね。こんな感じで。はい。あのー、この方もね、見に行ったことがあると言ったそうですよ。あの、すごく、あのー、いい、面白い。これは、あの、おすすめの、あの、大会だそうです。ごめんなさい。あんまり写真がなかったんですけど。はい。なので、これは、えー、ちょっと待ってください。大会概要、スケジュール。あ、ここに写真が持ってありましたね。 2022年は11月でした。だから多分、今年も11月じゃないかな。はい、こんなたくさんの熱気球をね、見て、ちょっとロマンを感じるイベントだと思います。はい、このようにあの佐賀県、ね、パート2もやってみました。この方に感謝をして、ね、この方から連絡をいただいて、お話をお伺いできたので、もっと詳しいおすすめスポット、 イベントを紹介することができたと思います。じゃあ次はね、どこについて話そうかな。だからできるなら有名なところを外してですね、やっぱりことマイナーなあの都道府県ランキングの下だったところをちょっと紹介していく方がコンセプト的には面白いかなと思っていますね。うん、はい。やっぱ日本って色々あるじゃないね。あの、東京。 京都、大阪、北海道、沖縄だけじゃないんだよっていう話だよね。はい。なので、まあ本当に、あの、面白いシリーズになっていきそうです。皆さん、佐賀県、ぜひ行ってみてください。はい。今日は以上になります。ビデオポッドキャストでした。またね。